大野持長戦を乗れは、神奈川県出身の元競輪選手、製パン職人である。1975年3月16日、神奈川県に生まれる。23歳で、日本競輪学校に入学。2000年4月15日、第84期の競輪選手として、伊藤温泉競輪場でデビューした。2001年の春、競輪のマスコットガールだった、宇佐美ふさ子と出会う。 2004年に鎌倉市の丘の上に自宅を新築し、2005年3月に結婚した。2005年8月26日、大宮競輪場でのレース中に、後続車の落ち車に巻き込まれ、脳と頸髄に損傷を受け全身麻痺となる。リハビリテーションの成果で、運動機能を取り戻し、11月末に退院したが、高事の機能障害や脳脊髄液減少症の 後遺症が残った。リハビリにはパン作りが良いと聞き、子供の頃からお菓子作りをしていたこともあり、パンやケーキを作って友人たちに振る舞った。やがて泉己の作るパンや焼き菓子の評判が広まり、2008年にはインターネット通販専門のガトー・ディアンジを開店した。2009年にシチズン・オブ・ザ・イヤー受賞。 退院後もレース復帰を目指し、2010年から2012年にかけて日本障害者自転車競技大会日本パラサイクリング選手権トラック競技大会に出場。2012年ロンドンパラリンピックの代表候補にもなったが、2012年の長男誕生を機に障害者スポーツからも引退した。天名のガトー・ディ・アンジュはフランス語で天使のお菓子を意味する。 パンの他チーズケーキやバウムクーヘン、ババロアなども扱う。公式ウェブサイトからの完全受注生産で、家庭用の調理器具を使用するため1日に作ることのできる量に限りがあり、泉おのれの体調によっては、調理場に立てないこともある。公式サイトによると、2019年12月現在、注文から納品まで早くとも16年かかると表示されている。ありがとうございます。